テキサス州中部、ダラス郡とコリン郡にまたがる都市である。2000年国勢調査による人口は9万1803人だったが、2010年では9万9223人と8%増加している。リチャードソンは、ダラス市の裕福な郊外住宅地であり、通信系の会社が高度に集中するテレコムコリダーがある。 世界でも最大級の通信、ネットワーク会社である AT&T、ベライゾンコミュニケーションズ、シスコシステムズ、サムスン、富士通などを含め、リチャードソン市域、約28平方マイルの中に、5000社以上の企業が入っている。2006年、CNN の雑誌、マネーでは、アメリカ合衆国で住みたい都市の15位にランク付け、された。 テキサス州内では3位だった。2007年、モーガン・クイットノーによる第14回アメリカで最も安全な都市と最も危険な都市表彰では、リチャードソン氏が全米で69番目に安全な都市とされた。テキサス州内では5位だった。2008年、マネーによるアメリカ合衆国で住みたい都市の18位にランク付けされた。テキサス州内では4位だった。 2009年、雑誌ビジネスウィークによって毎年報告される子供を育てるための最良の場所調査ではリチャードソン氏をテキサス州内で2位に位置づけた。2004年にアメリカ合衆国環境保護庁と運輸省から通勤者にとって最良の働き場所に認められた。北部テキサス州では初めてのことだった。 それ以来2010年まで連続して認定されている。1840年代、それまでコマンチェ族やカド族インディアンが住んでいたリチャードソンの地域にテネシー州やケンタッキー州からの開拓者が来るようになった。初期の数家族はブレッキンリッジと名付けられた地域周辺に集まった。ここはアメリカ連合国の国務長官で将軍。 1857年から1861年までアメリカ合衆国副大統領を務めたジョン・ブレッキンリッジにちなむ命名だった。この町は現在のリッチランドカレッジがある場所に近く雑貨屋、カジヤ及びフロイドの宿屋があった。南北戦争後、新しい鉄道はブレッキンリッジを通らず、その北西部にある地域が新しい活動の中心になった。 ウィリアム・ J ・ウィーラーが町の土地と鉄道の通行券を寄付したが町のその名前が付けられることは辞退した。その代わりにダラスからデニソンまでの鉄道を敷いた鉄道建設受け負い者 E.H. リチャードソンにちなんで町の名前が付けられた。リチャードソンの町は1873年に法人化された。当初は雑貨屋、郵便局及び薬屋があるだけだった。 1908年、電気鉄道のインターバンが、北は、デニソン、南は、ウェイコ、南東は、コーカーナ、西は、フォートワースを結んで運行を始めた。1910年までに、最初の電話機、電灯、砂利道が現れ、人口は600人になっていた。1914年、赤レンガの校舎が建設された。この建物は、現在、 リチャードソン独立教育学区の管理事務所になっている。1924年、赤レンガの道、グリーンビル・アベニューが完成し、交通量が増え、人口と資産価値が増した。翌年、市政が敷かれて、初代市長トマス・ f マカミーが選出された。課税対象資産の総額は515,292ドルと評価され、 全部で15の事業所が運営されていた。1926年に司祭が発行され、水道工事が完成したので、住宅は家の中に水道を引くことができた。続いて、下水処理場が完成し、時計消防団が運営を始め、それから間もなく、ローンスターガスやテキサス電力電灯会社と公共事業契約が結ばれた。1940年、 の人口は約740人に止まっていたが、第二次世界大戦後に新たな人口膨張が起こった。1950年までに約1300人になっていた。救急活動、警察及び公園、レクリエーション施設といった自治体としてのサービスを住民は利用できるようになった。1951年、コリンズラジオが リチャードソン事務所を開設し、市は電子の時代に入った。アメリカ国道75号線が1954年に開通し、昔の農業の都市はショッピングセンターと住宅の都市に変わった。1955年、リチャードソンで初の警察署が組織化された。この時は署長と警官が二人だった。 1956年6月23日、住民投票で自治憲章を採択して、市政委員会、シティマネージャー方式を採用し、これが現在でも続いている。郵便の個別配達制度が5000人の住人に対して可能になり、公園や市役所のための司祭が承認された。1956年にはまた、テキサスインスツルメンツ社が、 リチャードソン市境のすぐ南側に事務所を開設し、人口や経済的な位置づけが大きく上がったので地価が劇的に高騰した。1961年、エリック・ジョンソンなどテキサス・インス・ツルメンツ社の重役がリチャードソン市北西部の土地を取得し、南西部先端研究センターを開設して、工学士や自然科学の学士号を提供するようになった。 1969年、この場所と施設は州に移管され、テキサス大学ダラス校と呼ばれる、テキサス大学システムの一部になった。1972年、市の人口が約5万6千人となり、同年のリチャードソン独立教育学区は16、小学校、7中学校、4高校に、児童生徒約3万2千人を抱えるようになった。 現在の市は1950年代や1960年代のようなベッドタウンではなくなり、市自体が重要な雇用主体であり、テレコムコリダーアでは8万人以上の人が毎日働いている。ニューアーバニズムによる広い範囲の開発や再活性化によって第二の成長期を経験しようとしている。チャールズ W. アイゼンマン芸能センターバッキンガム市が、 リチャードソン市に周りをすべて取り囲まれる状態になった。後1996年に併合された。ダラス地域高速鉄道が1990年代後半に市内の3つの駅の建設を完成させた。2002年、ダートの4つ目の駅とアイゼマン芸能と法人提案のためのセンターがギャラティン公園駅都市センターにオープンした。リチャードソン市は、 アルコールの販売を許さないドライ都市だったが2006年11月に行われた選択権住民投票によってグロサリーストアやコンビニ店でビールやワインを販売することが認められたバッキンガム市では併合される前に全域でアルコール販売が認められていたので法によってその継続が認められた2008年5月12日 市政委員会は全員一致で禁煙条例を承認し、2009年1月1日から発行となった。仕事場、レストラン、ボーリング場、ビンゴパーラー、公設公園、屋外での特別イベントでの喫煙が禁止され、屋内型施設では、ドア、開閉できる窓、換気口などの開口部周辺から25フィート以内での喫煙が禁じられた。例外とされるのは、 個人住宅、タバコの売上が90%以上を占めるタバコ店、レストランやバーに併設される開放型パティオアルコールの売上が70%以上を占めるバーで、ある。アルコール売上比率が50%から70%で、あるバーの場合、他の施設や喫煙が禁止されている区域と分離された、喫煙室があれば、適用除外とされた。 自由に喫煙できたり喫煙を許可する事業所はすべて市がデザインした標識を立てることが求められその喫煙許可の状態について利用者に知らせることとされた市政委員のジョン・マーフィーはダラスモーニングニュースが見にこの委員会でこれほど圧力を生じさせる問題があったことはなかったと語った2008年7月ハイツ公園の遊戯場にあったロケット型滑り台など 宇宙開発と冷戦時代の遊具を取り去ったことで、市は地元メディアの注目を集めた。2008年秋、スタイルネットワークのテレビ番組、ピーター・パーフェクトがリチャードソンを舞台にした。事業の改造を扱う、この番組は、市の歴史的中心街にあったアパレルと刺繍の店、スピリットウェアの改装を扱った。その第1回は2009年1月22日に、 放送された。店の改装と同時に店を経営する婦人たちも変身を体験した。この番組がカリフォルニア州以外で撮影されたのは初めてのことだった。2009年4月、マイク・ジャッジはインタビューに答えて映画キング・オブ・ザ・ヒルの舞台にリチャードソンをなぞらえたアーレンを作ったと語った。リチャードソンの地図だらすしとプレイの死が リチャードソン氏の大半と境を接しており、それ以外の市境はわずかである。南は北東部ダラス、南西部は北部ダラス、西は最北部ダラス、北西は西部プレーの北は東部プレーの北東はマーフィ、東はサッチェ、南東はガーランド氏と接している。リチャードソンは 北緯32度57分56秒成形96度42分57秒、北緯32.96556度成形96.71583度、32.96556-96.71583 32. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は28.6平方マイルであり、 すべて陸地である地域のおよそ3分の2にあたる18.2平方マイルは、ダラス郡内にあり、北側の残り3分の1、9.2平方マイルが、コリン郡内に入っている。リチャードソンは、温暖湿潤機構に属すると考えられる。1956年6月23日、住民投票で、自治検証を採択して、市政委員会、シティマネージャー方式を採用した。 この形態は、市政委員会という選出された役員による強い政治的指導力と指名されたシティマネージャーという管理の専門的な経験を組み合わせることにある。全権限が選挙で選ばれた市政委員に集中し、公共事業の実施について監督するための専門的に訓練されたマネージャーを委員会が雇うところに、この方式の代表性が確立されている。 市政委員会の委員は2年ごとに無党派制で選挙される。委員は7人であり、4人は市内の4選挙区からそれぞれ1人ずつ、3人は全市から選出される。委員の5選により市長と副市長が選ばれる。市政委員はシティマネージャーを雇用し、市検察官、市事務官、地方裁判所判事、市健康管理官を指名し、また、 市の理事会や委員会のメンバーに市民を指名する。市の条例を成立させ、財政改善を計画し、市債を発行して売却し、資産の売買を行い、市の管理部局を設立し、市が行うサービス内容を決定し、年間予算を承認し、市の課税率を設定する責任がある。市ティマネジャーは、市の日々の運営、部局長の雇用、市職員の監督、 市が関わる計画への指示と調整、市の法律と条例すべての執行、年間予算案の推薦を責務にしている。市政委員会定例会議は、毎月第2および第4月曜日午後7時半から、市役所の委員会室で開催される。文化会は毎週月曜日午後6時から、市役所のリチャードソンルームで開催される。市民は、委員会の傍聴を許され、 ビジターズセクションでは発言できる。文化会にも出席でき、ビジターズセクションでは発言できる。市は委員会の様子をビデオとケーブルテレビを使ってオンラインで流している。市政委員会と市政府がどのように運営されるかを説明する公式のオンラインコンテンツはほとんどないが、地元のウェブサイトリチャードソンエコーがリチャードソン市政委員会会合に関する 非公式ガイドを掲載しており、どのように定例会議と文化会が運営されるかを説明し、市が提供するオンラインコンテンツへの説明とリンクを載せている。2005年から2009年、アメリカ合衆国国内では、景気減退を経験する中で、リチャードソン氏はその経済力をそこそこ拡大した。 市の総資産額は2005年の83億ドルから2008年の95億ドルまで拡大した。消費税収入は2005年の2100万ドルから2008年の2.470万ドルに増大した。法人による採用と雇用者数もかなり増大している。1987年以降のダラスフォートワース都市圏では最大事業用地開発である。 ブルークロスブルーシールド開発などでは、床面積100万平方フィートの15階建てビルが建設され、3.100人が働いている。その他大きな法人の拡大あるいは転入としては、バンクオブアメリカの財務サービス部、メトロ PCS 本社、ヤフー、富士通トランザクションソリューションズ及びハルフアソシエーツがある。2009年、 AT&T が20万平方フィート以上のスペースの10年間賃貸契約に署名した。すべてアメリカ国道75号線のすぐ東、レイクサイドブールバード2270の7階建てビルが使われる。市の特に東部では多くの多目的開発、郊外型インフィル開発及び通勤利便性を施行した開発が行われてきた。ザ・ベニューは ダートの鉄道駅があるギャラティン公園に隣接する広さ4エーカーの多目的開発である。多目的インフィル開発であるイーストサイドはアラパホセンターとギャラティン公園という2つの駅の中間にある。キャンベル道路とアメリが国道75号線の交差点南東隅に位置している。ここにはポストプロパティーズ社による450個のアパート、 床面積9万平方フィートの小売りとレストランのスペース及び床面積3万5千平方フィートのオフィススペースがあり既存の11階建てビルに追加されたものであるイーストサイドの第2段階では12エーカーのオフィスと多目的開発になる予定である2億ドルをかけた多目的開発であるブリックローは スプリングバレー道路とグリーンビルアベニューの北西角に位置し、アメリカ国道75号線からは東に半マイル、足らずである。ブリックローは、スプリングバレー駅に隣接し、完成すれば、500個の高級アパート、150個の一戸建て、家屋、300個までの集合住宅ができ、歴史と自然があるマカミスプリングスを囲む2エーカーの土地がある。ザシャーは、 広さ6.5エーカーの多目的センターである。その第2期では10エーカーの土地が追加される。元のリチャードソンスクエアモールは、屋外型小売センターに再開発された。その他再開発され、あるいは改修された小売センターとしては、バッキンガムプラザ、バッキンガムスクエア、ダル、リッチビレッジ、リチャードソンビレッジ、ツークリークスおよびリチャードソンハイツがある。 クライテリオンプロパティカンパニー ELP はカスターパークウェイの190コリダーに360個のリゾートタイプ多世代住宅計画を完成させたザプラデラと呼ばれる14棟ビルの開発はブッシュターンパイク190のすぐ南であり62エーカーで計画されているホールオフィスパークに隣接しているこのオフィスパークは 最終的に100万平方フィート以上のオフィスビルができる予定である。リチャードソン氏は、アドバンスパブリケーションの2006年、年間裁量の不動産取引、国際経済開発委員会の2006年、技術に基づく、経済開発賞、テキサス経済開発委員会の2007年、テキサス経済優秀賞など多くの経済賞を獲得してきた。2008年以降、 スタンダードプアーズとムーディーズの格付けでは、リチャードソン氏の信用度を AAA とランク付けし、以前の AA より1ランク上がった。スタンダードプアーズによるランク AA の都市は、テキサス州で4都市、全米で88都市しかない。リチャードソン氏は昼間人口が14万人以上に増加したことで、都市圏では2番目に雇用の多い場所となった。 その経済は通信産業に根差し続けている。しかし、市の資産税基盤はテレコムコリダーだけでなく、健康管理、技術及び金融など他の産業分野にも及んでいる。一人当たり売上高は全国平均の2倍であり、一人当たり消費税額ではダラスフォートワース都市圏で第2位である。税収入は10位までに入る納税者で、 全評価額の10%を占めており、多様さを示している。メトロ PCS、フォッシル、レノックスインターナショナル、ベントワフード及びウィングストップレストランがその本社をリチャードソン市内に置いている。リチャードソン市の発行する包括的年間財政報告書によれば、市内の主要雇用種12欠は以下の通りである。その他の大手企業として以下のものがある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テキサス大学ダラス校自然科学工学研究室ビルテキサス大学ダラス校学生サービスビルリードのプラチナ評価を取ったテキサス大学ダラス校はテキサス大学システムに属する公立研究型大学である。その名前にもかかわらず主キャンパスはリチャードソン市内。 ウェストキャンベル道路西800にあり、広さは445エーカーある。南は、キャンベル道路、東は、フロイド道路、西は、ウォータービュー、北は、シナジー公園ブールバードに面している。ウォータービュー科学技術センターと研究に営センターは、賃貸ビルであり、ダラス市のウォータービューパークウェイ西側にあり、メインキャンパスに隣接している。リチャードソン市警察と消防が、 リチャードソン市、ダラス市及び大学との合意によりこれらの建物も管轄している。大学はリチャードソン市内のキャンパスに隣接し、シナジー公園ブールバードとプレジデントジョージ・ブッシュタンパイクの間の土地265エーカーも所有している。リチャードソン市は2010年5月8日の住民投票で大学周辺の道路をつなぐ。 環状道路建設のために280万ドルを当てる、司祭発行を承認した。この環状道路は、市内の道路よりもキャンパス内の道路事情を、良くするように設計されることになる。U.S. ニュースワールドレポート市の2011年版裁量の、カレッジでは、テキサス大学ダラス校第一層全国の大学の中で、アリゾナ州立大学やイリノイ大学シカゴ校と 並んで143位。全国の公立大学の中では72位。テキサス州の公立大学の中では、テキサス大学オースティン校とテキサス A&M 大学に次いで第3位にランク付けした。2010年秋の学期では、学生総数17,127人となっている。リッチランドカレッジは、ダラス郡コミュニティカレッジ地区に属するコミュニティカレッジである。 ダラスとリチャードソン市境のダラス側にある。ダラス郡コミュニティカレッジ地区では最大のカレッジであり、学生総数は1万4000人近い。2005年、リッチランドカレッジはマルコムボルドリッジ国家品質賞を受賞した初のコミュニティカレッジとなった。公立学校市内の公立教育はリチャードソン独立教育学区が管轄している。ただし、 コリン軍に入っている部分はプレイの独立、教育学区が管轄している。学区内の21の学校がテキサス州事業教育連合の2008年、成績優秀賞に名を連ねた。これは2年連続のこととなった。この賞はテキサス州で継続して学術的な優秀さを示すところに与えられる最も、威ある賞である。類似した、生徒数を抱える。 他の学校と比較した、あらゆる項目で3年間連続して高い実績を上げた学校を認定するものである。州内8000以上の公立学校の中で4%足らずの学校だけが成績優秀賞を受賞できるが、リチャードソン独立教育学区の場合は40%受賞資格があった。リチャードソン独立教育学区とプレイの独立教育学区には、 多くのブルーリボン学校がある。ブルーリボン学校プログラムとは学校を表彰するために創設されたアメリカ合衆国政府のプログラムである。アメリカの学校が取得できる最高栄誉と考えられている。ザ・リチャードソン独立教育学区内にはリチャードソン高校など高校が3校ある。クリスタ・マカリフ学習センターとオルタナティブスクールも学区内にある。 レイクハイランズ高校も学区に属するが、リチャードソン市のすぐ南、ダラス市内のレイクハイランズ地区にある。プレイの独立教育学区内のリチャードソン市域には4つの小学校がある。コリン郡に入っている市域の一部はプレイの市内の小学校校区になっている。プレイの市内の中学校3校、高校4校とマーフィー市内の中学校1校も、 ポリン郡内のリチャードソン地域の生徒を受け入れている。私立学校、リチャードソン市内には、カトリック系の私立学校2校など全部で7校の私立学校がある。リチャードソン公共図書館は、アメリカ国道75号線とアラパンホ道路の南西角シビックセンタードライブ900にある。リチャードソン公共図書館は1947年に、ダラス軍図書館の司書が、 リチャードソン中心街の看物店の一角に設立された時に始まった。当時の蔵書数は400冊に過ぎず、看物店の経営者が管理していた。市政委員会が1958年に市の部門として図書館を設立し、1958年にはタイラー通りに建設された新しい建物に移転した。この新しい図書館は、 床面積6000平方フィートに足らず、建設費は10万ドルだった。リチャードソン氏は1960年代と1970年代に急速に成長し、図書館の施設も社会の需要を満たすには不適切になっていった。現在の図書館は200万ドルをかけて建設し、1970年12月に開館した。 床面積81650平方フィート4階建ての建物のうち2つのフロアと3階の一部が使用された。1980年に地下室が作られてレファンレンス用に使われた。1995年には再度拡張が行われ、4階部分を完成させすでに使われていた3階までは改修された。2006年に3度目の改修が行われ、 青年サービス部門が拡張され、その他の蔵書やサービスが再配置された。2008年秋に100万冊目の蔵書が貸し出されて、1経営年度で貸し出された数で新記録となった。近年は建物の改修と技術的改良が加えられている。テキサス自治体同盟は2004年から2008年までの毎年、この図書館に、図書館における、 優秀業績賞を与えた。リチャードソン氏は、地域の主要ハイウェイの配置で、戦略的な位置づけにあり、ダラスフォートワース都市圏で、第二の雇用中心である、市内に通勤する労働者に便利なものになっている。アメリカ国道75号線が市内を南北に二分にしている。テキサス州道190号線が、市の北部を、週間高速道路635号線が、 市の南部を通っている。市内には、ダラス郡高速鉄道の駅が4つあり、ダラス市など、他の郊外都市よりも多い。4つの駅のうち3つは、無料駐車場を備え、パークライドを選択できる。4つの駅はテレコムコリダー地域に隣接し、通勤者や住人にとって、戦略的な配置になっている。駅に接続するバスがあり、通勤者を安全に、 目的地まで運んでいる。ダートのバス路線は市内全域で利用可能である。市の歩行指数は100点満点の85点であり、歩行者に優しいものになっている。上の写真はリチャードソン歴史系富学協会提供。北テキサス大学のテキサスの歴史ポータルも参照。ありがとうございます。